1月26日生まれの君へ、誕生日おめでとう。ポジティブでいようと決めた君、でも言葉だけではうまくいかない。どうしたら前向きになれるのか。こんなにトラブルばかりだし、憂鬱なことがたくさんある。苦手なことだって毎日やってくる。会いたくないあの人のこともどうやって乗り越える。一つヒントをあげよう。君の笑顔とうなずきだ。もし受け入れがたい現実が目の前に現れたら、笑ってイエスと言ってごらん。うん、そうだよねって受け入れる。一旦受け入れる。そうしたら案外道は開けるんだ。そのためには君が元気でいなくちゃいけない。たくさん食べて、たくさん寝て、体を動かして、楽しい心で朗らかに振る舞おう。君の純粋な心や、よりよく生きたいという気持ちが幸せの循環を呼ぶ。そうやって一つ一つ現実に笑顔を送ることこそがポジティブって言うんじゃないかな。それは我慢とは少し違うんだ。君にしか使えない魔法だよ。誕生日おめでとう。大丈夫。愛は君の中にある。